事だといいな。センスの宿ね。女連れって品のない言い方はやめて。仕事よ仕事。失礼な人ね。その気になれば私だって。
私は平気だわ。二人はここでずっと暮らせるの？冗談じゃないわ。じゃあね、元気でね。きっとカルロ先生は見つかるから。なんてこんなもんさ。おう、こうやって拳を握って内角に鋭くえぐり込むように打つんだ。そうそう、お前見込みあるな。Thank you.
棒じゃないわ。そうよ、前にホームに来てくれたことがあったでしょ。お嬢ちゃん、下着ドラの知り合いかい？言うな、私は女だ。見たまんま女だろ。花町の女のプライドにかけて訂正してもらうぜ。なあ、なんだよ。なんだと？当たり前だ。娼婦をなめんなよ。こら、どこにあんちゃんがいる。姉ちゃんだろ。行ってみな。よし、よくできました。ほら、ご褒美。いやあ、実はユーリに替えの下着がなかったんで、私のお風呂をさ。入れるから店に入りなよ。立ち話もなんだしさ。またこんなところに？それはそうかも。
チェ、いきなり突っ込むのはそこか。まあ娼婦仲間でブラジャーいらないのってあたしくらいのもんだからね。はあ、いいよ別に、10歳くらいからずっとこうだからもう慣れた。肩こりなくて楽だしな。小さい方がいいって男も意外に多いし。いいか、こう見えても気合い入れれば谷間作れるんだぞ。男ならグッとくるだろう。ああ、安心しろよ、金取ったりはしないから。おい、勘違いしないでよ。興奮しちゃった？ちょっと、私の前で不潔なことしたら許さないわよ。これね、前に別れた彼氏からもらったんだよね。なんとなく捨てる機会なくてずっと身につけてるけどさ、なんかキザなセリフ吐いてペンダントを半分に割って私にくれたんだよ。でもそんなに珍しいかい？これが水木先輩の言う黒い石の蝶。いないよ。死んじゃったからね。流行りのクローヘンに手を出したらしくてさ、バカだったからね、あいつは。夢見てるような上事が多くなって、そのうち食べ物を受け付けなくなって痩せ細って死んだって話さ。別れたのはもっと前だったからね。直接は知らない。なんだよ突然。聞くんだな。ないよ。そりゃ片身だけど、今さらこれ見るたびに胸が痛んだりなんてさ、そんな繊細にはできてないから。私はどっかの露店で買ったんだと思うけど。